はい、コツの趣味部屋へようこそ。今回はね、ちょっと海外の怪しいネットショップサイトを見つけたんでご紹介します。はい、こちらですね、これ何かっていうとね、テムっていうショップです。はい、これが今急成長してるんですよね。急成長というか急拡大。アマゾンやね、アリババやタオバオ、そんな感じの勢いがあります、このサイト。なんとね、めちゃくちゃ安いんですよ、このサイト。この大感謝祭で最大 80% オフってありますけど、振り幅はね、20〜30〜90%オフで超えるんですよ。例えばこういうラジコンとかね、3000いくらで57%オフ、57%オフとかで、このマッサージ機かなんかが 62%オフですよね、でこういうのとか大体もう半額以下なん以下で売ってるんですよ、このサイト。めっちゃ怪しくないですか？でね、ちょっとでも気になるんですよ。結構欲しいのがいっぱいあったんで、それがめちゃくちゃな破格で売ってたんですよね。なので試しに買いました、私。はい、で今回はね、その買ったものが実際に届くのかも怪しいじゃないですか、もしかしたらなんか住所とかそういう個人情報だけ抜き取ってみたいな、まあ、怖い部分もありながらちょっと注文してみました。で実際届きました。はい、ただ届いたものが写真と異なるものの可能性もありますよね。はい、それを確認していきたいと思います。はい、まず最初にね、私これを買いました。はい、これは何ぞやっていうことなんですけれども、私がね、本人顔出しするときにかぶっている武士の頬当てですね。まあマスクなんですけれども、まあ、こういう感じのね、マスク、これがね、なんと定価が5317円なんですけど、それが1700円になってるんですよね、 67%オフ。まあこれはね、別バージョン欲しいなと思ってたんでね、これを購入しました。で実際届いたのを見ていきましょう。はい、普通に段ボール箱に入ってます、こんな感じで。まあ英語ですね。まあ箱はなんてことない段ボールで、すでにちょっとへこみがある。で中身、発泡スチロールが入ってますね。発泡スチロール、イン発泡スチロール。お、これは、あ、ちゃんとしたものですね。ちゃんとしたものが、あ、そのまま写真のまんまですね。写真のまんまのやつが出た。はい、写真のやつと比べるとね、全く同じですね。いや、ちゃんとしたものが届きましたね。で、こちらがね、私が愛用している頬当てなんですが、材質はね、こっちがなんかあの FRP みたいな、なんだろう、バイクとか車のバンパーとかに使っている樹脂製のような感じなんですけれども、これは完全に鉄ですね。鉄もう重いんですよ、重量が全然違う。でこっち紐なんですけれども、こっちはバンド、ちゃんとしたバンドがついてます。そこまでチープな作りじゃないですね。あれ、なんか怪しいサイトだと思ったんですけれどもね。いやでもこっから怪しくなりそうだな、これだけまともみたいな。これがこう、あ、くさ。はい、そうこうしているうちにね、テムからまた手紙が来ましたね。開いてみましょう。90% オフのギフト券がもらえましたね。いや、めっちゃ安い。はい、続いてね、購入したのがこちら、収納ボックスですね。まあ収納ボックスっていうか、コレクションケースみたいなやつ。はい、それのね、でっかい版です。はい、こうね、45センチ、33センチ、33センチと、
しかもこれね、今これ横ですけど立てることもできるんでね、解体ショー機とかね、ああいうでっかいフィギュア飾れるんじゃないかと思って購入しました。その価格がね、7302円が 56% オフで3000円ちょいと、はい、これまた超お買い得なんじゃないかと思って購入してみました。で、届いたのがこれ、はい、でっかい段ボール、はい、で、中身はね、はい、まあ、組み立て式なんで、はい、でもちゃんとしたものですね、うん、これはでも、まあ、プラスチックですね、アクリルではない、うん、プラスチックでもちゃんと届きましたね、うん、大きさもおそらくこの箱の感じだと合ってますね、うん、なのでこれも注文した通りのものが届きました、はいはい、続いて購入したのがこれ。これ何か分かりますこれパッと見全然何か分からないですよね。なんとこれ指のエクササイズ握力トレーニング器具です、はい、こちらね、うん、自分ちょっと握力鍛えようと思ってね、安かったんで購入しました、まあ、その金額がこちら、はい、460円が200円ちょいと、はい、55% オフです。安っめっちゃ安いよね。で、届いたのがこちら、はい、こんな感じで袋に入ってます。まあ一応写真の見た通りだと思うんですけれどもね、うん、あ、これとベルトとこれは別々なんだね。最初からくっついてると思ったけど、はい、くっつけるとこんな感じですね。まあ簡単にくっつけることができます。はい、はい、こんな感じで手にくっつけてこれを5本の指それぞれにはめますと、まあ、親指がちょっときついな、うん、で小指がガバガバ、親指全然入んないけどね、うん、でこれをこうやって、うわ、こう伸ばすんですね。あー、これ結構いるね、力いるわ、うん、何回かやってればこれかなりきますね、指に。あー、これは鍛えられる。まあ、ちなみにね、ベルトと別個のまんまでもね、普通に使えるんで、はい、ベルト必要ないんじゃないかな、うん、いや、これきついな、すでに指が痛い、うん、これもちゃんとしたものが届きました。まあ、これもね、写真の通り、親指が若干結構きつめになってるんで、写真の通りですね、うん、問題なし。次に購入したのがこちらです。はい、まあ見ての通りの商品ですね。はい、こちらはハンドグリップアームトレーナーっていうことで、まあ要は腕力ですね、はい、を鍛えるやつ、まあ、最近筋トレにねちょっとハマってるっつうか、うん、やってるんで、でこちらがね、はい、1681円が731円、 56% オフっていうことでね、これまた半額以下、はい、で届いたのがこちら、はい、プチプチに包まれてますね、うん、うわ、結構ちゃんとしてるもんが届いたな。これは、うん、いい。ちょっとどうやってやるのかわかんないけど、ああ、こういう感じですね、うん、要は腕っていうより手首を鍛えるやつだ。こう、ちょっと
痛えな。これを見るとここの部分が調整できるみたいですね、うん、どうやって調整するんだろう。普通に自力ですねここは普通に力技でずらす。目測がこのぐらいでいいかな。でこうまたやる。よし、あ今度は痛くない。あこれいい。あこれ手首鍛えられるわやっべ手首や。あいいねこれ、うん、あ来てる。はい、ということでね、このハンドアームグリップ、これもちゃんとしたものが届きました。はい、続いて購入したのがこちらですね。なんか美容系だと思うじゃないですか、うん、なんだかわからないよねパッと見。はい、電動ネイルクリッパーっていうことでね、電動の爪切りですなので先ほどからね、まあ、爪伸びてんじゃねえかよって突っ込みたくなる人もいたでしょうが、これのために伸ばしてました。はい、ということでこれをねちょっと試したいと思います。電動なんでね、ちょっと怖い感じもあるんだよな、というかどういうものが届くのか。はい、こんな感じでね、パッと見ちゃんとした箱に入って届いてます。はい、まあ、ちょっとね箱のつぶれとかありますけれどもね、うん、でちょっと中身見てみましょう。意外にちゃんとしてそう。ワーニングちょっと怖えな。ワーニングって書いてある。説明書ですね、ガイドブック。あ、ちゃんと日本語もある。日本語の説明書きもありますね、うん、これはいい。ただね、ところどころ日本語がおかしいですが、キラキラした鎧を使用する方法はい、中身を開けるとこれが本体ですよね、はい、よっと。あ、ちなみにこれ色がね、いろいろあるんですが、私このパープルにしました。はい、これが本体。蓋を取るとこういう感じ。うわ、ちょっと待って、いやすっげえ歯が鋭いんですけど。うわ怖っ、ちょっと待ってくれこれ、マジちょっと怖いなこれ、大丈夫。あ、でここがね、あのヤスリになってます。ヤスリになってるんで、こうね爪を切った後にスライドしてこうちゃんとね整えることができる。いやこれマジでちょっとちゃんとしたやつだよね、うん、とりあえずこれ多分充電できてないと思うんだよな、うん、反応しないもんね。でここに多分爪 の切ったやつがたまると思うんですよね、うん、なるほど、すごいよくできてる。ただ本当これどうなんだろう、試してみるか。充電できてないんでちょっと充電しますね。はい、ちょっとね電源の入れ方が分からなかったんですが、ここの右と左のボタンありますよね、これを真ん中で強く押すと電源が入ります。今消えましたけど、これは自動消灯モードです。でまた電源入れるときはここの真ん中をね押すと光ります。はい、でこの右ボタンを押すとね、この爪カッターがね回転します。うん、怖っ。でもう一回押すと逆回転というか、逆になってるように見えるけど、これ早回転になってるだけで、もう一回押すと止まると。怖っ。でも左はねバイブレーション
なってて、ここのねヤスリが振動します、で速さも変わる。これだけで分かりますかね。かなりヤスられてます。わ、これちょっと待って、いやマジ怖いな。やるか、ちょっと流血シーンとかちょっと NG だよな、 YouTube 的に。大丈夫かな。え、マジ怖い、どうしよう。でも動画的にやった方がいいよな、やるために買ったしな。いきます。だ、ちょっと待って、もう行くぜ。今ちょっとやってるんですけど、あれ？これ切れてる？これ切れてるっていうより削ってんのか。あ、ちょっと削れてる感じかな。あ、ちゃんとここにライトがあるんだ。すごい。あ、なるほど。切るんじゃなくて、高速でやすってる感じ？なるほど。あ、これならそこまで奥まで行かないんで、怖っ。あ、でも怖っ。あ、でもちょっと削れてるな。ちょっと高速にしてみよう。あ、すっげー削れてる。はい、見てください、指の爪の部分削れてるわ。え、怖い怖い、端っこ怖い。これはちょっといいかもしれん。もう綺麗に削れてる。いや、すげえ。結構綺麗に削れてる。で、指が、ちょっと、どうやって押し上がってんの？まあでもこうやって、あだだだだ。あだだだだだ。あだだだだだ。いや、ちょっと遊んでる場合じゃないんだけどね。あ、でもね、皆さんわかります？白いね、粉がすっげえ飛んでるんですよ。これ私の爪ですね。あ、すっごい綺麗。あ、綺麗に丸まった。え、やっぱり、え、なんだこれは。え、マジでさ、優秀なんですけど、今のところ。で、カスが溜まったら、あ、ここにも光がついてる。ここをね、プッシュすると、こう中が開くんで、ここでカッカって落とす感じです。あ、マジ、これすっげえ。ちょっと使えるぞ。やばい。俺がやるより動画になっとるやないかい。いや、これね、いや、マジすごいわ。びっくりだな。
しかもね、本当ポケットサイズなんで持ち歩けるんですよね。で、こうやって暗いところでも切れるっていうね。優秀。はい。これがね、なんと定価が5500円もするのに 75% オフで1350円っていうね、めちゃくちゃ安いです、これ。やっばいね、これね。うん。これは、ちょっとびっくり。で、色もね、こんな感じで3色から選べますね。白、ピンク、紫と。はい。はい、続いて私が購入したのはこちら。まあ、見ての通り、計量器ですよね。うん。これね 0.00 まで測れるんですよ。だからめちゃくちゃね、こういう写真の通りね、羽毛でも測れちゃうっていうね、すっごい高性能ですよね。はい。まあこれも測りを使いたいがために選びました。まあ要はね、郵便物とかね、測るときにちょっとね、郵便局と自分の自宅で測った時と若干違う時あるからね、ちょっと 0.00 まで測れるやつがあったらなと思って購入しました。はい。で、届いたのがこちら。めっちゃちっちゃい。あれ、思ってたのと全然大きさが違う。いや、ポケットスケール。見落としてた。あ、ちっちゃ。あ、ちっちゃいですね。で、一応蓋がついてる。蓋がついてて、液晶とボタン。うん、これでこんなんで本当に正確に測れるのかな。すげえ安っちいんだけど。プラスチックですね。で、電池が単4かな。うん、ちょっと入れてみましょう。はい、電池を入れました。はい。で、ここにね、電源ボタンがあるんで押します。するとね、ライトアップして点灯します。はい、0.00 ですよね。うん。この状態で、さっきのこのワーニングカード、これをちょっと載せてみます。1.23g だね。うん。1.23。まあ、これがちゃんと正しいのかどうかは分かりませんが、変動したぞ。5g 変動したな。0.05 変動しましたね。なんだこれは。で、今度はね、この配線をまとめる、この例の分かる人には分かるやつです。まとめるやつ。こんなちっこいの。これはもう測れるのかどうかやってみましょう。まあ、常になんか変動してますけどね、数字がね。これは何なんだろう。はい、0.23g。ちゃんと測れんのか、これ。でも多分そんぐらいだよね。めちゃくちゃ軽いもん、これ。でも 0.23 って表示されてるってことはちゃんと働いてるってことだよね。うん、これはどうなんだろうな。比べようがないから何とも言えないな。で、ちなみにね、ここの電源ボタンを何回1回押すとリセットされるんですよ。うん、まあこれも乗っかった状態なんでね、これを外すとちょっと数字がおかしくなるんで、もう一回押すと 0.00 になるんで、そこでもう一回乗せる。 0.25。 まあ誤差はね、 0.01 から 0.09 くらいの範囲内で変わるかもしれないですね。うん、まあ、そこはまあね、この大きさのスケールだったらね、そんぐらいの誤差はしょうがないんじゃないかなとも思いますけれどもね。で、ここのね、もう一つのボタンは、これはグラムじゃないやつ。うん、別のあれですね、単位ですね。まあ日本では主に
わない単位、まあ、日本ではねこのグラムですよね、うん、で長押ここを長押しすると消えます。はい、まあねこれを見てね、私この写真で見て購入したんですこと購入したんですけど、あの普通にねこうやってね見てったらねこんだけ小さいって分かりましたね。全然見てなかったこれ。いやしかもここにねデジタルポケットスケールって書いてあるしね、いや全然見てなかった、これは私が悪い。まあ主に貴金属とかねそういうのに測るときにめっちゃ利用できるんじゃないでしょうか。でこちらがね、定価が2187円、それが 63% オフで804円。はい、ちゃんとしたものが届きました。はい、ということでね一応まあ検証みたいな感じでね購入してみたんですが、いや意外や意外、めっちゃ写真通りとか説明通りのものが届きます。はい、あのねこのねなんかねいろいろ検索するとね、こうやってテムって検索すると最初にテム危険性とかね、うん、テム口コミとかそういうのがヒットするんですよね。こうやってねテム危険性、テム口コミ、テム安すぎる、うん、そんな感じでね結構やっぱ皆さん警戒してるみたいですね。まあ、でも実際問題ね、本当にね、ちゃんとしたものが届きます。こうやってね、うん。まあ実際問題ね、私が普通に購入して届いたんで、結構しかもね、海外から発送されてきてるのかなと思いきやね、なんか別の人が言ってるには大阪に支部があってそっから配送してるみたいなことを言ってたんですけどね、どっちかわかんないんですけれども、結構でもね早めに届きます、うん、まあアマゾンばりとまではいかないですが1週間以内には届くんじゃないかな。ただね支払い方法がクレジットカードはどうなんだろう、うん、あん自分はねペイディーを使ったんで、うん、クレジットカードは使ってないんですけれども、他にもペイディーとあとコンビニ払いができます。まあ本当ねちょっと怖いなと思う人はコンビニ払いでもいいんじゃないでしょうか。ただコンビニ払いとかの場合不良品とかがあってね返品するときに返品はできるんですよ、うん、ただし返金するときコンビニ払いだと返金先がないじゃないですか。そういう場合はねテムでしか使えないポイントとして還元されるみたいです、はい、そういうのがあるんでね、うん、まあどうなんだろう、クレジットカードだったら返金すればそのままね、うん、返金処理はされるんですが、でも怖いですよね、うん、まあ、どうしても怖いっていう人はね、うん、もうちょっとね安いのから注文してお試ししてはいかがでしょうか。はい、でちょっとねここでね私個人的にねちょっと気になったガチャガチャをやったんですけれども、ちょうどね雑貨紹介みたいな感じになってるんで、それがこちら、はい、放送禁止自主規制音声ボタンっていうねこちらをガチャガチャがあってやってきました。これが1回400円でねなかなか高かったんですけれども、全3種の音声パターン、電池内蔵電池交換かということでね、はい、パターン A がバキュンで、パターン B が放送禁止ピー、パターン C が自主規制ピロ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 ってやつですね。はい、で私が出たのが何かっていうとねこちら、はい、バキュンです。このバキュン、これがねなんか組み立て式みたいです。ここにこうねグイッと持ち上げて、でここをパカッと外して、でここに、はい、こんな感じでね、はい、取り付けます、はい、で電池はここ
はい、すでに絶縁シートは外してあります。でボタンはここ、はい、ではボタンを押します。でスピーカーがここ、はい、いきます今バキュンバキュンってなりましたけど、ちょっと自分が連打しちゃいましたね。はい、っていう感じですね。まあ、意外に結構でかいですね、音声はね。でしかもこれね、押す長さによって変わりますね。押す長さによってバキューンまでいかない感じもできるっていうね。ただ押しっぱなしにするとこうなります。っていう感じでバキューンを繰り返すっていうね、長押しすると、はい、こんな感じで自分で調整する感じですね。はい、こんな感じの面白グッズ、はい、これをガチャってみました。はい、てな感じでね、今回はね、ノリに乗っているネットショップサイトテム、こちらのちょっと怪しいけれども買ってみたというね、検証動画、はい、こちらをお送りさせていただきました。まあ、皆さんもね、気になってたって方もいると思います。で実際自分も買って検証した結果ね、ちゃんとしたものが届きます、はい、意外に。ただ品質的な問題はね、それぞれ違うと思いますけれども、ただどうやって本当にこれね、どんだけこんな安く売れるのか心配ですよね。利益出てんのかなって思うけど、めっちゃ安いんだよ本当にね。なんか ずっと見てられるんですよ、サイト。これ安ってね、どんどんカートに入れちゃう感じまあそこら辺はね、ちゃんと自分で制御して、購入してください。はい、ということで今回の動画は以上になります。この機会にぜひチャンネル登録していない方はチャンネル登録、またね、高評価コメントよろしくお願いします。では今日はこの辺で、ご視聴どうもありがとうございました。